はい、こんにちは。今日はですね、私の友人のフリーランスでカメラマンとして活躍をしている南さんをですね、お呼びして、動画を撮っていきたいというふうに思います。ただですね、まあ、ちょっと彼と遠隔地ですね、まあ、この時期ですから直接対面してお話っていうのはまあね、濃厚接触になってしまうので、まあ、よろしくないということで Zoom でつないで、まあ、パソコン画面上で今この向きにいるんですが、お話をしていきたいと思います。で、パソコンのスピーカーからの声なのでちょっと皆さんから聞き取りづらいかもしれませんが、まあ、ぜひですねフリーランスを目指している方とかですね、あるいはカメラマンを目指して頑張ろうと思われている方ですね、まあ、彼の生き様っていうのをですねぜひ参考にしていただけるといいかなというふうに思います。もう何年くらいの付き合いですかね、南さん。あ、こんにちは、南です。あ、こんにちは。早速質問虫。まあ、何年の付き合いかっていうと、もう3年、4年くらいの付き合いになりますかね。ですかね。はい、うんうんうん。実際、まあ、彼とはその、まあ、とあるところで、とある仕事を通じてですね、お付き合いが始まったというところなんですけれども、まあ、そこでちょっと仕事を一生懸命、まあ、あれば3年くらい一生懸命一緒にやったんですかね。やった中ではあるんですけど、まあ、実際、フリーランスとして独立をしてカメラマンとして全国各地を転々として活躍していらっしゃいますというところなんですが、いろいろとこう質問ができたらななんていうふうに思うんですけど、手を振ってくれてるんですけどね、視聴者さんには一切伝わらないというこの図、僕しか映ってないですからね、ごめんなさいね。はい。で、何かっていうと、まずそもそもなんでカメラマンをとかフリーランスでやっていこうかなって思ったんですか？はい、カメラマンになりたいなと思った理由としては、もともと写真がすごい趣味で、うんうん、である時姉の結婚式の時にカメラマン頼まれたんですよ。で、実際にやってみた時に、まあ、向こうの現地のカメラマンさんともお話をした時に、うんうん、彼が18歳だったんですよ。 18？ それはごめんなさいね、話しすぎて。南さんが何歳の時ですか？僕は23です。24。おお、それは刺激的。うん。で、お前18歳でもやろうと思うできるんだ、何年カメラやってるのって聞いた時に、今年始めましたって言ったんですよ。今年初めてやって、もうカメラマンとしてやってるんですかって話したら、そうですって言ったんで、じゃあずっとやりたかったことだし、できるかもしれないと思ってやったのがきっかけですね。はい、なるほど。もともとは新卒で入った会社から一旦はカメラの会社に入ってましたよね。そうですね。その話は どっちになるんですか？カメラマンとし仕事をカメラの会社に入ったタイミングでやってた。ああ、じゃあ違います。最初の会社の時に、その子に出会って、その子の話の時でカメラの会社に入ったってところですね。あ、なるほどなるほど、そういうことだったんですね。で、それでまあいきなり始めるよりも、まずはちょっとそういうちゃんとした会社に入って、まあ、修行みたいなものを積んで出ていこうと。そうですね。そこも1年と半年、1年と3ヶ月くらいで勤めて辞めてみたいな感じですね。うんうんうん、なるほど。そこでこう独立にあたって学べたことってどんなことあります？そこで学べたことにつきましては、写真の基礎的な技術が学べたっていうところが、それが一番かなっていうのはあります。別にどこにそこで営業教えてもらったとかはないんですけど、ちゃんと教えてもらったのが大きいです。ああ、なるほどですね。ということは、だからその独立で一人で食って、会社に所属してたらそこの辺ってなかなか教えてもらえないと思うんですけど、やっぱりカメラマンとしてやっていくための基礎技術っていうのが学べたのが大きかったってことですね。じゃあそこ大きかったですね。ってなったら、やっぱり何が難しいかって個人的に思うのは、フリーランスでやっていくにして技術を持ってる人たちってやっぱ5万といると思うんですよ、カメラマンにしても。そこでフリーランスとして独立していくにあたって、やっぱりどうやって営業かけて仕事を取ってくるかって思うんですけど、そのあたりって、実際フリーランス始めたのがいつくらいかっていうのと合わせて、ちょっとぜひ教えてもらえたらなと思うんですけど。はい、フリーランスを始めたのは2019年の12月からなんですね。あ、じゃあまだ半年くらい。はい、まだ今が2020年の5月なんで、半年前、ちょうど半年前に始めたの。そんな前だったんですね。なんかもう何年やってんやろくらいの。そんな長いことはなくて、うん、で、営業のかけ方なんですけど、
でその営業先っていうのがその写真を撮影をしている会社に僕を使ってくれませんかっていう売り込みなんですね。うん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 、それでもあのよく営業、ま、B2C の営業とかだと、ま、突然訪問するっていう形式ではなく、うんうんうん、応募してる会社いっぱいあるんですよ。そのカメラマン募集してます、カメラマン募集してます、うんうん、でそういうところに、ま、とにかくあ僕やりたいですやりたいですやりたいです、うんうん、やりたいですっていうふうにもう何社にも同じ内容を送ってそこで例えば結婚式場の撮影を依頼する会社があったり小学校とか中学校の修学旅行に行くような会社があったりあとはそういうあの料理を撮る写真を撮ってほしいっていうところもあったりにいろんなジャンルがあるので、まあ、その自分が得意分野を選んで営業かけるって感じですね。テーマ社とか。なるほど。じゃあ元からその写真を撮ってほしいって需要がある先があったから営業かけてったら、まあ、結構うまく仕事が取れたっていう感じですかね。そうですね、まあ、向こうもカメラマンちょっと欲しいよっていうふうに言ってくださってるものですから、なるほど。まあ、確かにその専属のカメラマンを雇うっていうよりも、まあ、フリーランスみたいに、まあ、語弊がある言い方かもしれないですけど いらないと思ったらすぐ切れるような立場の方がこうやっぱり雇いやすいっていうところなんですかね。まあ、そうですね、まあそんなあの毎月お給料支払う必要性もないですから、向こうとしてはとりあえず雇っとけみたいな気持ちはあると思うので、とりあえず今10社くらいと契約を結んでるんですけど、なるほど。だからまあ、やってますね、はい。なるほど。じゃあ単発じゃなくて継続的につながる会社さんもあるってわけなんですね。そうですね、継続的につながってる会社はだいたい今4社か5社あるので、例えば、月曜日は A 社から仕事もらって、で火曜日は B 社、水曜日は C 社、木曜日は A 社、金曜日は A 社と C 社みたいな風に分けれるので、なんでとりあえず全部は埋まるっていうのはありますね。はいはいはい。はい、そうか。なるほど。なんかこう結婚式とかの話だったら、まあ、今回のそのなんとか夫妻の写真だけお願いしますって単発になるのかなとか、あの学校とかだったら遠足だけお願いしますみたいな単発になるんかなってイメージがあったんですけど、そういうわけでもないんですね。あ、でも基本的には単発ですよね。ああ、なるほど。例えばこの月曜日に結婚、日曜日に結婚式あるのでお願いしますで1日契約、で来週の日曜日までからよろしくね、ここでまた1日契約、っていうのをいっぱい詰めてるので。ああ、なるほど。パズルを埋めていくような感じなんですよ。パズルを、ここ空いてるから僕は入れます、あそこ空いてるから入れます、ここ埋まってるんで無理ですっていうふうに断っていけるんで。なるほど、はい。すごく、まあ仕事の料理には差はありますけど、まあ、予定は組みやすいかなとは思います。あ、なるほど。それは、まあ、向こうからの指定もあるけど、ある程度その南さん あのスケジュールとの、まあ、すり合わせで結構自由が利くっていう感じなんですね。そうですね。あ、それは、まあ、ある種対等な立場ですから、自由が利きやすくていいなと思いますね。ですね。しかもフリーランスで僕の中で一番いいなと思っているのが、よく思われるのが、いや会社が上に立っていや このカメラマン使えねえわっていう風に切られるパターンが多分一般的に多いと思うんですけど、逆もしかりで、はい、僕らがあこの会社ちょっと対応悪いわ、なるほど、ちょっと報酬と対応と予定の組み方とか全部考えて考えたら A 社より B 社の方がいいなって言ったら、はい、こっちからも切れる。はいはいはい。なんでその付き合える人を選べる立場でもあるっていうのが一番ストレス。なるほどね。そうか。まあ、正社員とは大きく違うかなとは思います。そうですよね。会社員はどうしてもやっぱ会社の看板を背負ってるから、 そこでクレームが発生させるのと自分の感情を優先するのだったら絶対前者じゃないといけないっていうやっぱ縛りがありますもんね。そこ あの自由っていうのがあるので、ある意味いくつも取引先持ってれば一個くらい切っても全然困らない。その分空いたところをまた別の会社の仕事入れちゃえばいいので、まあ、対等であると僕は思ってますね。それはすごいいいところです。
ちょっともうサラリーマンの身からしたら羨ましいなって、やっぱりこうお客さんによってはですねまああのもちろんお客さんを悪く言うというよりは、そのなんて言うんでしょうね、まあ時々は直接の問い合わせじゃなくて自社で解決できるとかっていう内容もこっちにこう振って、まあ、頼ってもらう分にはいいんですけど、依存されるとやっぱり困るなっていうお客さんも中にはいらっしゃったりするので、そういう意味ではまあ、依存とか頼るとかっていう話じゃないかもしれないですけど、ある種その対等な立場でこっちにかかりきになるんじゃないっていうことが、まあ、言える、まあ、南さん羨ましいななってこう思ったりするんですけどね。よく会社員だと、まあ、裁量権を自分で持てない人が、まあ、大多数なので、例えば一社員だと、例えばこのお客さんちょっとどうしても合わないんで辞めたいです、うん、言ってもやっぱ上司がそれダメだよ、うん、まあ、どうしても付き合わなくちゃいけないっていうのもある、うん、フリーランスの立場だと全部責任自分に来る代わりにそういう裁量権を得られるっていうのは、うん、まあ、非常にいいなとは思ってますね。そうですよね、うん、まあまあ生かすも殺すも自分次第っていうところですよね。そうですね、僕実際それでもう一社切りましたからね。おお、強気あ、そうなんですね。なんか南さんはもうなんか誰でもウェルカムだよって、みんな抱きしめてあげるからおいでみたいなオラフくらいの感じだと思ってたんですけどね基本ウェルカムなんですけど、あまりにも対応が悪い、あまりにも仕事量と割合が合わないってなったら、もう優先度はもうめちゃくちゃ下がります。あ、わかります。じゃあちょっとそのあたり気になるんですけど、ちょっと時間が結構経ったので、はい、まあ、その実際に切ったお客さん、切ったお客さんがどんな会社だったのかっていう具体的なお話がちょっと気になるのと、まあ、あとは言える範囲でいいんですけど、やっぱり気になるそのフリーランスの収入というところですね。どのくらいの料金体系で月どのくらい稼いで、まあ、会社員時代とどういう差が出てきたのか、まあ、そのあたりの話とかがぜひ聞けたらなって思うの で、あとはやっぱりフリーランスとして働いててどう楽しいのかとか、辛いとかどういうなのかとか、ぜひ教えていただけたらなと思うので、また次回の動画でよろしくお願いします。はい、では、動画ご視聴の皆さんもですね、また第2弾上げていきますんで、興味ある方はぜひ続きの動画もご覧いただけたらと思います。では、一旦動画切らせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。